ピート・ハムを記念する、ブルー・プラーク・ピート・ハムこと、本名ピーター・ウィリアム・ハムは、ウェールズ人の歌手、ソングライター、ギタリスト、キーボーディスト。ヒュームのロックグループ、バッド・フィンガーの元リーダーとして知られる、ウェールズ南部のスウォンジーに生まれる。1961年頃に、地元でロックグループ、パンサーズを結成するが、度重なる解明とメンバーチェンジの末に、 1965年にアイビーズとして再出発した。ザ・モ・ジョスのマネージャー、ビル・コリンズのマネジメントを得て、アイビーズは1966年にロンドンに上京し、3年間イギリス国内で巡業を続けた。この頃ピート・ハムが作詞作曲に特に取り組むようになったのは、コリンズのおかげでレボックスの録音機材が使えるようになって刺激を受けたからである。 ザ・キンクスのレイ・デイビスがアイビーズをプロデュースすることに最初の興味を示している。アイビーズは1968年にマル・エバンズの注目を引き多数の自宅でのデモテープによってビートルズの4人からとりわけ創作力を買われるところとなりついにアップルレコードと契約を結んだ。シングルマジック・クリスチャンのテーマの発売に合わせてバンドはアイビーズから バットフィンガーに改名した。このシングルは世界中でトップ10入りするヒット曲になったが、当初ハムはアイビーズ時代の楽曲に自信を持っていたため、オリジナル曲以外で売り出されることに抵抗している。だが、ヒットしそうなシングル曲による飛躍のための効果というものを間もなく認識した。ハム本人の創作の苦労は結局のところ報いられ、 嵐の恋は1970年後半にリリースされると世界中でトップ10入りの開作となった。さらに Day After Day や Baby Blue を書き上げ世界中でヒットを連発した。しかしながらハムの創作力はウィズアウトというのが試作において頂点を極めた。ウィズアウトというはニルソンのカバーが世界中のチャートで1位を獲得してからは 史上最高のバラードの定番の一つとして、ジャンルを問わずに多数の歌手によってカバーされている。1973年にはグラミー賞にノミネートされるとともに、アイバーノベロ賞を受賞した。1972年、型やアップルレコードが崩壊の危機にあり、型やピート・ハムのバンドが破竹の勢いに見えたことから、バッドフィンガーはワーナーブラザースレコードに引き抜かれた。 バッドフィンガーがアップルと契約期間中は、元ビートルズのジョージ・ハリスンのアルバム、オールシングス・マストパスや、リンゴスターのシングル、明日への願いのセッションで、ハムも演奏に加わっているが、その他のセッションでもハムの名前は記載されなかった。ハムの人間性はおおむね、物腰が柔らかくて、気立てが優しく、人前では少しおどけたところもあったが、極めて温厚で謙虚だったと評されている。 また、勤勉さにも言及されている。ワーナーブラザースに移籍後の1973年から1975年にかけて、バッドフィンガーは、バンド内部や経理上、マネジメント上の多くの難題に巻き込まれ、音楽活動がパッとしなくなった。1975年までに、ハムはビタ一分も所得が入らず、新マネージャーのスタンポリーからは、音信不通というありさまで、 失意の果てに、サリーの自宅ガレージで首吊り自殺を遂げ、翌朝妻の案によって変わり果てた姿となって発見された。前日にトムと共にウイスキーを煽っていたこともあり、血中アルコール濃度は0.27%だったという。28歳の誕生日を間近に控えての出来事だった。死の前日、自宅に戻る際に、トムに残した最後の言葉は、気にするな。 逃げ出す方法は分かってるからだった。ミオモノアンは恋人の死から1ヶ月後に娘のペトラ・ハムを出産した。ハムは故郷をスウォンジーのモリソン墓地に埋葬された。ハムの死は葬り去られた。元ビートルズのメンバーは誰一人として公式に発言せず、アップルコアもワーナーブラザースレコードもハムの死について公式な声明を出さなかった。書き置きは マネージャーのポリーを非難しており、アン、お前を愛してる。ブレア、君が好きだ。僕は人を愛し信頼してはいけない人間なのだろう。これがより良い選択だ。ピート、追伸。スタンポリーは人手なしの畜生だ。あいつを道連れにしてやるさとある。ポリーのクライアントだったアーティストの多くが長年にわたってポリーの不正を非難してきた。 ハムの死から10年以上が過ぎてから、ポリーは、横領や、マネーロンダリングの告発に対して、不構想の答弁を申し立てたが、損害賠償は一件も行わなかった。ピート・ハムは、パワー・ポップの最初期の作家の一人にしばしば数えられているが、ハムの最も広く普及した楽曲は、バンド仲間のトム・エヴァンズと合作した、バラード、ビズ・アウト・ユーである。自宅の遺作のデモ録音は、 死後に CD 化されて発売された。すなわち、1997年のセブンパークアベニューと1999年のゴールダーズグリーンの2枚のことである。66回目の誕生日にあたる2013年4月27日、故郷のスボンジーにピートを記念するブループラークが設置され、娘のペトラが除幕式を行った。ありがとうございます。